このモノレールが時空を旅するタイムマシンなんですよ。俺ワクワクしてきた。俺たちは今千葉都市モノレールに乗って桜木駅に向かっている。そこから15分ほど歩いたところに縄文時代の体験ができるカソリ貝塚があるんだけど、俺は前に懐かしいな。あ、子供の頃一度来たことがあるのよ、新一と。その新一が俺なんだよな。なあ、縄文時代の人たちってどんな生活してたんだ？そりゃ元太くん、今とは全然違うはずですよ。着るものとかどうしてたのかしら？自分たちで作ってたんだよ。カラムシっていう植物を使ってね。カラムシ？うん、イラクサ科の多年草で、こういう植物。刈り取ったカラムシの皮を剥いで、こうやってね、皮の表面の部分をハマグリの殻でしごくと白い繊維が現れるんだ。その繊維を乾燥させて裂いてよじっていくと糸ができるんだよ。その糸を安銀台を使って編んで布にしたんだ。釣りもできますね。じゃあうな重も食べてたのか？うな重は分かりませんけど、少なくとも魚は食べてたと思いますよ。煮たり焼いたりして。でもマッチもライターもガス代もないのにどうやって火をつけたの？火を起こす道具もちゃんとあったんだよ。それに縄文時代の人たちはクッキーも焼いてたのよ。嘘だ。嘘じゃないってば。まあ行けばわかるよ。私のそば。もう離れちゃダメってば。聞く連中じゃねえよな。お、あそこに誰かいるぜ。あの服、コナン君が言ってたカラムシで作った服ですね。何やってんだ。これ見たことあります。火を起こしてるんですよ。面白そう。私たちにもやらせて。なんで火がつかねえんだよ。もみ切り式は手で回すから効率が悪いんだよ。それに下に降りた手を上に持ち帰るとき、板から棒が外れるだろう。せっかく溜まった熱エネルギーが逃げて温度が下がっちゃうんだ。なるほど、僕らには難しいですね。弓切り式なら子供でも簡単に火がつけられるよ。弓切り式？ほら、これからやろうとしてるじゃない。必要な道具は引きり棒にハンドピース、弓、引きり板の4つだ。それにガマの方の綿。最初に引きり板の下に火種が落ちないように葉っぱを敷く。引きり棒に弓の紐をきつく巻く。下の端を引きり板のくぼみに当て、上からハンドピースで押さえる。そして弓を前後に動かし、引きり棒を回転させるんだ。最初は木の粉が出るように体重をかけ、ゆっくりと回す。おお、煙が出てきた。スピードを上げ、
より高温の摩擦熱が出るようにする。ここで静かに息を吹きかけると小さな赤い火の粒が見える。これが火種だ。この火種をガマの穂の綿で挟み込んで息を吹きかけ火種を大きくする。外側は杉の皮だ。さらに強く息を吹きかける。わあ、本当、火がついたわ。これが縄文の火ですね。これで魚が焼けるぞ。でも縄文時代には包丁がなかったから魚は丸焼きにするしかないわね。いや、包丁ならあったよ。黒曜石っていう石を割って包丁にしたんだ。すげえ。歯が薄くて鋭いですね。ね、これで肉や魚を切るんだよ。見ててごらん。魚の鱗はさ、このハマグリの殻で取るんだよ。あ、カラムシの時にも使ってたわよね。そう、ハマグリの殻は縄文の人たちにとって大切な道具の一つだったんだ。あ、飛ぶな。ほら、だけどほら、台所にある包丁なんかで鱗取るよりずっといいだろう。さあ、鱗が取れました。じゃあ今度は石器で切ってみるかな。さて、どういう順番で切るかな。ほら、こいつだろ。綺麗だろ。ほら、ね、だから家にある包丁で切るのとそんなに変わんないじゃん。面白いのはね、縄文人がね、こうやって三枚におろすよな。そうするとね、まずこれを食べた。で、こっちはね、干してね、明日とか明後日食べるんですよ。ほら、こんなに綺麗に取れた。透けて見えると、じゃあみんなもそこに用意してある鹿肉をナイフで切ってみようよ。見てねえでやってみろよ。前にやったことあるからいいよ。じゃあ次はいよいよ縄文クッキーね。まずは材料、栗とくるみ、鹿の肉に、うずらの卵、それから塩ね。まず鹿の肉を石皿ですりつぶすの。次に茹でた栗の中身を
取り出し、くるみと潰して混ぜて、すりつぶした肉と一緒にします。そこにうずらの卵を入れて混ぜ、最後は塩を入れます。よーく混ぜて、それをちぎって丸めて、だいたい厚さ 7-8 ミリ、大きさ5センチほどの円盤状にして、真ん中を少しへこますの。浅い土器の上で焼いて、両面ともこんがり焼けたら出来上がり。このクッキーはすごく栄養があって、13個で大人の1日分のカロリーになるんだって。じゃあケント君、食べ過ぎないようにしなきゃ。ほっといてくれよ。焼き上がるまで約15分、その間に塩の作り方でも話しておこうか。最初に丼のような土器を400度ぐらいに熱しておいて、そこに海水をタラタラと垂らすんだ。これを何度も繰り返すと、土器の内側にびっしり塩がつくんだよ。でもコナン君、熱い土器に海水を入れたら土器が割れちゃうんだ。いや、陶器だとパカッと割れちゃうけど、土器は割れないんだ。同じように土器を先に熱しておいて、そこに水を入れるのが縄文時代のお湯の沸かし方だったらしいよ。へえ、面白いな。実際の料理も焼くより茹でたり煮込んだりの方が多かったみたいよ。そう、今で言うシチューやポトフね。じゃあ私たちと同じようなものを食べてたんだ。なあ、考えてみると服を編んだり料理を作ったりって縄文の人たちもやってたことは俺たちとあまり変わらないんじゃないか。そうですね、今はいろいろな機械が発明されて格段に便利になりましたけど、生活の基本は変わりませんよね。そう思うと縄文時代がずっと身近に感じられるわよね。できたわよ。あれ、うん、焦げてるわ。でもうまそうだぜ。うまい。ほんと美味しい。これが縄文の味ですか。ところでコナン君、前は誰と来たの。コナン君ずいぶん詳しいじゃない。あ、いや、小さい頃のことよく覚えてるわよね。いや、ラン姉ちゃんだから、それはね。僕って記憶力いい方だから。